トゥッティイタリアガイドミメです。本日は犯罪の方向、超治安悪すぎローマのテルミニ駅で命がけ生ライブというテーマでお送りしたいと思います。実はもう私の後ろにテルミニという文字が見えていると思いますが、すでに私はイタリアの首都であり、もうイタリアと言ったらローマ観光は外せないというぐらい大人気の観光地のメインの駅、テルミニ駅の前、チンクエチェント広場に来ております。実はこのローマテルミニ駅、今年2023年に入ってからもうすでに強盗殺人未遂事件が2回も起こっている。なんと1月にはイスラエル人の観光客の女性がテルミニ駅の中で頭の狂ったポーランド人の男性にナイフでいきなり刺されるという事件があったり、1ヶ月前の2月の8日にはミラノから到着したイタリア人の40歳の男性が3人の北アフリカ人に囲まれて、たった彼持っていたの20ユーロと携帯だけだったんですけど、それを取るのに包丁で刺され、重体でもう入院していらっしゃるという恐ろしいこのテルミニ駅ですから、スリですとかちょっとだけ盗まれたとか、そういうのはもうニュースにもならないぐらいですね、恐ろしい悪名高いローマテルミニ駅から私初めてライブ配信を行いたいと思います。どうしてかというと、やはりローマのテルミニ駅はレオナルド・ダ・ヴィンチ空港、フィオミチーノ空港から電車で着ける場所でもありますし、皆さんね、フィレンツェからとかナポリからローマに来るのに必ずテルミニ駅って通るところなんです。私のお客様でももう先月ローマでカバンを盗まれたという方がいたばっかりですし、もうかなりの割合で私たち日本人は狙われています。ですので今日の生ライブ配信でこういうところが危ないですよというのを私3箇所選抜しております。そこをライブで皆さんと一緒に回ることによって、実際にも安全な国、日本からいらっしゃる皆様が防犯の知識もうね、やはり日本に住んでいるとカバンを置いたりですね、こんなところは大丈夫だろうなんていう、やはり安全な国から来られるので、そういったね、危ないんだというのは体を感じないとわからないことだと思いますので、少しでも防犯の知識を入れることによって備えあれば憂いなしということで、イタリア旅行で盗まれないように、変な事件に巻き込まれないように、皆様方のお力にこのライブ配信でなれることをお祈りしておりますので、本日もこのライブ配信1時間最後までお付き合いくださいませ。簡単に本日の目次ですが、今から実際に、今日防弾チョッキは着ていませんが、テルミニ駅の中に入ってまいります。怖い、刺されないように、もうすでに皆さんカメラの前にはジプシーが2人私のことを見つめているということで、まずは私自身がテルミニ駅、ここがやばいなという3箇所、意外な穴場があるんです。そこを駅の中を見ながらご紹介いたします。そしてもちろんこのテルミニ駅怖いんですけれども、おいしいジェラート屋さんもあるんです。本日は最高気温ローマ18度まで上がるということで、ただね、ちょっと北風が冷たいので暑くはないんですけれども、やっぱりおいしいジェラートといったらね、ローマの休日のヘップバーンはスペイン海内で食べましたが、今日は皆さんとこの治安の悪すぎる犯罪の宝庫テルミニ駅でこちらのジェラート大会を最後開催したいと思いますので、皆様最後までお付き合いくださいませ。もう皆様たくさんのコメントありがとうございます。
忘れていました。私イタリアガイドミメの動画ではこのようなイタリアの便利な情報、生情報、そして週1回のイタリアからの生ライブを配信しております。ぜひチャンネル登録まだされていないという皆様、チャンネル登録といいねをお待ちしております。また概要欄からは私イタリアガイドミメが運営いたしますイタリア観光完全プライベートガイドサービスやイタリア語完全プライベートレッスンなども運営しておりますので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。そして将来イタリア旅行考えだっていらっしゃる方、 200% 満喫できる無料資料というのも配布しておりますので、概要欄ぜひチェックしてみてくださいね。それでは皆様お久しぶりです。いろいろともうメッセージたくさんの方ありがとうございます。ボンジョルノさんはガヤガヤしてタバコの匂いが漂っている。なるほどね。ふかちゃんみやさんもバイキング会場で座席にスマホ置くなんて日本以外じゃ考えられません。無理されずにとか治安が悪化しているとかですね。ゆうさんも200人突破ありがとうございます。ピンコロさん今午後2時になります。あ、北のレベッジジャイアンさん初コメですかね。警察官が多かった、その通りなんです。私も今日フィレンツェから着いたんですが、結構ですね、思ったよりも警察がいっぱい出ていましたが、それ以上にもうね、皆さんいつものジプシーの数じゃありません。すっごい数のジプシーすでに狙われています。あ、ジュビーさん変な人が来たらミメさん後ろって言ってくださいね。あ、メイさん赤いニット素敵です、褒めていただいてありがとうございます。それでは皆様、まずは私とともにですね、こちらのテルミニ駅を回りたいと思いますが、その前に私たすきがけでですね、あずきの父ちゃんさん、テルミニ駅のすぐ横にあるマックはめちゃくちゃ危ないんです。ちょっとですね、私珍しくたすきがけで行きたいと思います。 SS さんは前回のローマに行ってきました。なるほど、ローマに来たばかりの方もいらっしゃるんですね。ということでフィレンツェのジプシーさんが遠征してきてるんでしょうか。いや違います。さてまずはちょっと私このテルミニ駅の様子をご案内したいと思います。皆様来たことある方、今日はあ、ウェンズデーさんにと褒めていただいてありがとうございます。あ、カズママさん、そうイタリア負けちゃったんですってねってイタリアでは全くニュースになってませんでした。あ、ゆきさん髪切りました、ありがとうございます。ここが悪名高い、めっちゃ治安の悪いこちらテルミニ駅に皆様お今からお連れしたいと思います。皆様もしっかりパスポートは腹袋に入れてですね、たすきがけで行きましょう。こうやってですね、スーツケースを持っているあの方が多いんですよね。なのでスーツケース持っていると両手をですねやっぱり取られてしまうので結構狙われやすいんです。さてここからまずはテルミニ駅を渡っていきたいと思います。まずはここにてっちゃんさん、やばい時は後ろ後ろとぜひ言ってくださいね。まずこの中に入る前にテルミニ駅のバス停からご案内したいと思います。実はですね、このテルミニ駅は今皆さんこちらの建物でございます。お、トラマルさんは地下鉄の後ろから押されてタバコを取られただけでラッキーでしたね。さてもうすでに皆様、じゃじゃーん、ジプシーさんたちがいました。ジプシーさんたちは小銭をこのようにせびっております。ただね、せびる、彼女たちはせびるだけなので全然危なくはありません。お金を取られることがありません。花詰まりさん、テルミニ駅の治安が悪いということは日本だったら東京駅の治安が悪い。いやもうね、皆さん比べ物になりません。だってほら、お金ちょうだいって言いに来ています。
もうね、こういったジプシーがすごいいっぱいいました。強い意志で断れば大丈夫ですか？そうですもん、無視して大丈夫です。まあ、意外とね、イタリア人の方、あげる人もいます。さて、こちらがチンクエチェント500人広間というタクシー乗り場とバス停があるところです。実はね、私はバスはここから結構行きにくい真実の口ですとかそういったところに行くことができるのでバスもねおすすめしてるんですが、バスはむちゃくちゃスリが多いのでここも気をつけてください。タクシーも皆様ローマはよくボラれる、もうどこに行ってもイタリアはボラれるかすられるかという恐ろしい、まあいいタクシーのね運転手さんもいるんですけれども、意外とね運転はすっごい荒いし、日本人でねちょっとしか英語喋れないと思うとボラれたっていう方がいらっしゃいました。この前も多分10ユーロぐらいで行けるところを30ユーロ取られましたという方、まあ可愛いですけどね、10ユーロから、まあ、3倍ですけれども、すでにあそこにもジプシーのおばちゃんが小銭を来てます。確か泥棒バスと呼ばれる路線あります。あ、ユーザー300人突破ありがとうございます。で今日はですね、皆さんタクシーがいっぱいいます。ところがストライキがあるとタクシーが1本も入ってこなくなりますので、これがタクシーが全然来なくてタクシーに乗れない場合もあります。ビンコロさん、そうなんです。ちょっとメーターが壊れてるとか言ってボラれる人もいらっしゃるみたいです。それではですね、この駅の中へといよいよ入っていきたいと思います。ここら辺はラディンドラさん、難しいお名前ですが、パレルモでボラれた、いやフィレンツェでもですねボラれる方というのタクシーはフィレンツェもいます。まあ全員ではないんですけれども、中には何パーセントかそのような悪いことをする方もいらっしゃるということを覚えておいてください。いよいよそれでは皆様中に入りますよ、用意はよろしいですかなんて、いやそこまでね恐ろしいところではないのでご安心くださいませ。はい、ここがまずは正面に入ってまいりました。このテルミニ駅、正面入ったところ意外とですねすごい綺麗になりましたので、とってもですねここら辺は雰囲気がいい感じじゃないですか。ところが注意しなければいけないのが、実は私ショート動画にも出したんですが、ここでですね時々怪しげなお兄さんがチケットを買うの手伝ってあげると言って手伝いに来て、そして最後に小銭をくれというふうに言われることがあるんです。なので、おドドドさんは明後日行く、マジですか、エスカレーターでスリに囲まれている、わあやばいですね。チャタロウさん、パリの方がやばいためイタリアで、確かに実はねパリもむっちゃくちゃ怖いんですよね。実はこのねチケット、これ自動販売機なんですけど、日本と違ってめちゃくちゃ買うの大変なんですよ。で、ここでレジョナーレっていう各駅停車も買えますし、イタロ高速電車とあと普通のフレチャロッサも買えるんです。なので、皆様わからないときはこうやって皆さん一生懸命買っていますが、なあパチョ YouTube、 多田さんは自販機におじさんが寄ってきたので妻を放って逃げたらめっちゃ怒られました。そりゃ怒られますでしょう。でですね、今は怪しい人がいないのは、実はさっき警察の人がちゃんと巡回していました。やはりね今年に始まって2件も恐ろしい殺人未遂事件があったので、テルミネ駅かなり
警察の方を今日見ました。あ、そうだ、あそこにいる赤い制服を着ている方がこのイタロのサービスの係員でございます。ちゃんとね制服を着ていますから分かることができます。で結構ね皆さんこう買うのにもう何回もねボタンを押さなきゃいけないので難しいです。あ、イタリアロベルトさん行くのでイタロの買い方教えてくださいということで、実は皆さんはこのチケットの自動販売機で買うよりもちゃんと日本からネットで買うことをお勧めします。なぜかというとネットで買った方が早割とかでむっちゃくちゃ安くなったりするんです。でもう紙で印刷しなくても携帯にあれば、え、Kさんさっきの黒い服に赤いウエストポーチの女性怪しげだった、やばいね。お、なんかしみちゃんさんは声かけられたのですぐ逃げた。確かに。なので、あ、スタッフのふりしたジプシーとかいない。さすがにあなんていうの、制服を着たジプシーは私も見たことありませんでした。で見てください、ここら辺トレーニーイタリアがあるんですが、ここの警備の人たちがですね喋りまくっておりますが、そうなんです。そしてこのドラゴンで道でリーさんが空港でばあちゃんにガン見されていた。恐ろしいですね。イタロの係員はトレーニーイタリアの説明はしないですよね。そうなんです、あのイタロのだけの説明ですね。ちもちもさん、駅の中に入るためだけの入場券って売ってるんですか。あ、ちもちもさん実はですね中には今ローマは特にチケットを買わないと入ることができません。ですので、チケットを入場券っていうのはないんですよね。はい、ということで今からですね入場、ここ入りましたが、今皆様は何を待っているのかというとご覧くださいませ。ここでですねちょっとカメラを上げますと、このように時刻表というのがあります。でイタリアはこの時刻表のところ、なんで時刻表を見ているのかというとホームがギリギリにならないと出てこないんですね。見ていただくと、例えばこのパルテンザデパーチャーというのがありますが、もうここにディレイというので5分10分15分遅れているのがありますね、ミラノ行きとかも。ただね皆さん40分までは遅れとみなされませんので、イタリアでは当たり前だと思っていてください。そしてこの電車番号の一番右側プラットフォームと11からね始まってるやつ、あれがその自分の番号なんですね。電車が到着するホームの番号になります。なのでそれがギリギリにならないと出ません。特にローマは終着駅タイプでものすごい、最後27番線まであるのかな、なのでものす、あ、28番線までありますね。ということ、そうなんです、花詰まりさん、ホームはあらかじめね決まってないので、ああやって皆さん待っております。ということで一番最初の危険地区、チケットオフィス、チケット売り場を出てまいりましたが、遅れの欄があらかじめ設けてある。確かに鼻詰まりさん、着く時間が刻々と変わるのでびっくりです。本当ですよね。さて第2の階層に来ました。見てください、ローマテルミニ駅と書いてあります。あ、おえおえさんは明後日日本からローマに行く、コートとか必要ですか。必要です。朝むっちゃくちゃ寒かったです。ただ昼は18度まで上がるので、折りたたみ式のやっぱりねコートを持ってくることが必要。この人は半袖でこの人はコートという、皆さんむちゃくちゃな服装をされておりますよね。さて今は券売窓口もあるのかな。そうなんです、実はチケットオフィスもありますが、ものすごい時間がかかります。まあ、ただね余裕で時刻前に来たらチケットオフィスで買うことをお勧めいたします。お、関西の JR 遅れ時間があらかじめ出る仕様になっていたりします。さすがですね。でですね、結構ローマのテルミニ駅、ここら辺はいろんなお店ができて、
あ、カバッコさんネットで遅延の検索できるようになりました。ただね、そのページに行くところまでが結構大変ですね。あ、ちもちもさんありがとうございます。テルミネ駅の1日約48万人ということで、そうなんです、このようにですね、ものすごい広いで、テルミネ駅の中ここら辺はものすごく綺麗になりましてね、びっくりしますよね。こうやってちょっとテルミニ駅でマッサーリさんでね、この前 の, フィレンツェで、パティシェのキングと言った彼のお土産物屋さんもあります。すごい素敵なので、意外とローマのテルミニ駅、あら綺麗になったじゃないと思われると思いますが、皆様このように隙があると盗まれたりいたしますので気をつけてくださいね。それでは今からこの大向かいへと向かいたいと思います。見慣れないお店ばっかり、何が売ってるのかさっぱり、あ、アイコスとか売ってますね。いろいろ地下にもねお店屋さんがあったりするので、割とローマの駅ではいろんなショッピングができますが、やはりたくさんの人がいます。で、ご覧ください、このようにですね、ローマ駅は全部改札式になりました。ですのでチケットがないと中に入れません。そしてここでですね、たくさんのやっぱり人がますが、スリを見抜く方法はありますか。いや皆さんね、スリは意外とどこで刷られたのかわからないという人が多いんですよね。そしてここが実は改札口になります。実は最近チケットにバーコードがあるので、その、さっき言った携帯電話でもこれ大丈夫なんですよ。で、このように携帯についているバーコードをかざしたり、チケットについているのをかざすとあれが開くようになりますが、見てください、やっぱりお年寄りであるですね、なかなか難しい、開かなくて困る、日本のようにはいかないということで、やはり慣れていない方は何度かやっても開かないので、結局は他のところに行ってやるとかですね。このおばさま、チケットがなかなかできなくって通れないみたいですね。かわいそう。そして誰も助けてくれないという。あ、レコップさん、地下のスーパー出た時に小銭を落としてばらまいてしまった、周りの人が拾ってくれた。いやー、それは超ラッキーですね。このおばさま入れなくってどうするんだろう。そうなんです、西田さん、すごい綺麗になったので、きっとこのおばあさまはかわいそうに向こう側 の, 店員さんがいるとこに行けば通してくれるんだと思います。あ、ふかちゃんみやさん、最低価の切符を買って改札口で行けるんだと。さて、ああいう風にやってですね、入れないときは左側の鉄道員がいるところに行けば入ることができます。ちもちもさん、アップルウォッチでピッてできるんですか。アップルウォッチでできるのかな。多分ほら、このように書いてある通り、こうやって使うんだよってコンタクトレスのカードでできると書いてありますが、ここでスマートウォッチでできるから分かんないですね。スマホではできます、私も一回やりました。日本以外の鉄道は国鉄ですよね。あ、イタリアもですね、実はもともと国鉄だったんですけれども、今は完全プライベートのイタロもできましたし、まあもちろんね、国鉄もまだ残ってますけれどもね、トレインイタリアというのは残っておりますが、だんだんと民間民営化してきてますね。コミノリさん、助けてあげようと不用意に近づくと怪しまれますか。確かにそうですね、やっぱり優しい人もいるんですけれども。あ、ピオさん、アップルウォッチでできるそうですということで、いい情報ありがとうございます。
あ、なんとポシュポシュさんはローマから帰ってきました。お、フレッチャロッサでミラノまで行かれたということで、よかったです。皆さんからの情報本当にありがとうございます。でですね、意外とジュビさん、スマホ充電切れにならないようにしてた。確かにそれは危険ですね。ということで、ここの待っている人たちは何で待っているのかというと、やっぱりホームが出ないので、あそこにもですね掲示板があるのが見えますでしょうか。それでホームが決まるのをここで待っているということなんですよね。そしてここら辺はですね、やはり降りる人、乗る人とたくさんの人が行き来するところなんですね。ですから意外とそこまでですね、なんていうんですか、スリとかが目立たないと思います。ただもちろん皆さんスーツケースを持っているので十分気をつけるようにしましょう。アシオンさん、今日はテルミニ駅から超治安の悪いこの悪名高いローマ駅をお送りしております。さてそれでは皆様には危険な場所2にご案内したいと思います。やはりですね、皆様、私が思う危険な場所、日本人の方、多田さんいますか？あ、意外とですね、ローマ駅今日あんまり日本人の方見てなかったですね。一体どこに行ってしまったんだろうと思うんですけれども、あんまりローマ駅にはいません。あ、いましたね。日本人じゃなくて警察の方がここでやってきていますが、地下に私行きたいんですけど、こうやってね、意外と警察の方がとか出てきていますが、結構私たちはこのように彼らはただ単に見てください、お城で喋りまくっているもっと働けという感じですけどね、なんかあったのかなと思うんですけれども、ずっと彼らはああやって喋っているだけというのがすごく多くて、イタリアは困りますね。スカちゃん、皆さん、軍人も結構いるんですか？いるんですよ。ドゥオモの前とか、やっぱりテロ事件がすごく懸念されていたので、わざわざ軍隊のミリタリーの方まで出してですね、やっているぐらいです。パトロールしないんだ。あ、チャタロウさん、迷彩服の方はこっちのミリタリーです、軍隊なので。こちらは警察とか軍隊がいっぱい出てですね、テロに備えたりとかスリに備えたりとか。トラマルさん、ローマよりミラノの駅の方がヤバそうな人が多い。そうなんです。実はミラノの中央駅も最近ものすごい危険なんです。銃は見えるように下げてますか？ミリタリーの人はね、下げてますね。リンチーさん、ブランドのお店も結構みんな店員さん喋ってます。もうね、日本と比べるとですね、皆様、イタリアはまずお客様は神様ではなく店員が神様でございますので、全く、仕事している人はやる気はありません。もうみんな早く帰りたいと思っている子ばっかりなんですよね。ということで皆様、第2番目の一番危ない危険な場所にご案内したいと思います。どこでしょうか？じゃじゃん、ここです。行きますよ。やっぱりね、地下に入っていくというのが一番恐ろしいんですが、先ほどのチケットのところからですね、このようにエスカレーターを下るとメトロ、地下鉄に行くことができます。意外とですね、ローマに来て皆様、地下鉄を利用しようと思っている方多いんじゃないでしょうか。ポンジューズさん、ジェラート選手権もちろんありますよ。楽しみにしておいてくださいね。ナポリ危険だよって観光客はかも。そうですね、でもナポリよりもミラノ、ローマの方が全然危険です。なんか皆さん、地下の方が怪しげな香りいっぱいじゃないですか。ちょっと、そして実はこちら側がメトロ。皆さん、ローマの地下鉄も危険。
すべて危険なローマ、バス、地下鉄、タクシー、一体何に乗ればいいんだというね、恐ろしい感じですけれども、ここから実は地下鉄に行くんですけれども、地下鉄の前にここにですね、マックがあります。実はテルミニ駅はマックは3つあるんです。3つある中の、さっき私ここに来たらですね、ジプシーが追い払われているのを見ました。なぜかというと、フィレンツェでも駅でも同じことをやりましたが、最近はこのようにマックの自販があるんですね。で、今こうやって若い子たちが自販で買っています。で、意外とね、この自販機がやりにくいんですよね。なのでここでですね、ジプシーたちが手伝って、それでお金をせびっているところをさっき警備員の人たちが追い払っていました。このようにね、こうタッチスクリーンでピッてやって、ほら、これで英語とかにできてですね、ここで注文することができるんです。なので、お、地下なのにくるくるしないと言っていただいてありがとうございます。で、一番どこが危険なのかというと、皆様ここでございます。マックなので、なんかローマらしいですね、こういうもともと古代中世の頃の基盤がそのまま素敵。でもね、ここできたばっかりですごい綺麗なんですけれども、ここで置き引きで意外と盗まれた方がいらっしゃいます。なぜかというと、このやはりマックというのは誰でも入れるので、ここでですね、うっかりとカバンとかを置いて、足元に置いてですね、そして盗まれる、そしてここのタッチパネル式のところで小銭をせびられるなどの置き引きが発生しておりますので、皆様第2のこのローマの危ない場所、気をつけるようにいたしましょう。ここも危ないです。なんでかっていうと、マックで食べる目的の人だけじゃないんです。ほら、何も買ってないで座ってるだけの人もいます。なので第2の危ない、ほっと一息ついた場所、そこが皆様もう隙を取られる場所ですね。このようにここもですね、結構たくさんの人が並んでおります。そしてここでちょっとした隙に盗まれるということもありますので、あ、トラマルさん、ジプシーが抱っこしている 2,3 歳の子供にポケット手に入れられたことがある、恐ろしいですね。どこもかしこも修羅場すぎて辛い本当ですよね。足元に置いてるのに盗む、そうですよね、危ないので、皆様十分にこういったちょっと時間があるから休憩しようかなというところ気をつけるようにしてください。そして地下は粉などとトイレだけにしましょう確かにそうですね。ちょっと今せっかくなので地下の様子をご覧いただきたいと思います。そしてこのようにですから、上の方よりも意外とこの、そうですね、高橋さん、親切にしてくれる人でもね、こういったイタリアの様子を見てしまうとですね、やっぱりちょっと危険なところなのかなというふうに思ってしまいますよね。それは十分に皆様やはり気をつけましょう。お、なんとリンチーさんは電車でスーツケースを置こうとしたらジプシーに囲まれた、恐ろしい。やはり皆様もいろいろ来たことある方は体験談をね、いろいろと語っていただけますね。親切な方と危ない方、区別つかないですよね。さて、ここで皆様上の方にまた行くことができます。みめさんもスリに遭われたと言っていましたね。そうなんです、やっぱりね、
恐ろしいですね。なので私も今日はたすきがけで頑張っております。あ、ももさん、テルミネ駅のトイレもお金がかかりますか？もちろんかかります。今からそれではテルミネ駅のトイレの場所をご案内したいと思います。やっぱりね、皆さんトイレには行きたいですよね。ここです。ここのエレベーターで行くこともできますし、せっかくなので、あ、なんと化粧品のマックとかもありますね。せっかくなのでここからエスカレーターに乗って上の方に行くことができるんです。ほら見てください、フードラウンジテルミニと書いてありますが、ここから実は1年ほど前にもね、このテルミニ駅が変わったというのでテルミニ駅の様子をお送りしましたが、行ってみたいと思います。あ、スミスウィックさんはアタックの IC 紙乗車券は2回連続で時期エラーになってバスの検察で罰金払わされそうになった。マジですか？見てください。あ、皆さんいい忠告ありがとうございます。以前テルミニ駅のトイレ有料な上に空気椅子できたけど、今もそうなんでしょうか？実はですね、ガチャンミヤさん、ここのフードラウンジというところに到着いたしました。ここが新しいテルミニの様子、すごいですね。ここにはくつろげるラウンジがいっぱいできました。ただ皆様、ここもやはり気をつけなければいけないのが、こうやって誰でも座ることができるので、ここもものすごいすりが多いそうです。マックだけではございません。このように誰でも座れてしまう場所はですね、十分な注意が必要でございます。で、ここからですね、実はローマテルミニ駅の丸亀うどんはあるかな、食べたいですね。それはほら、このようにここからローマテルミニの上からずっとちょっと屋根になってしまいましたが、皆様、なぜかテルミニ駅のこんな上なのにくるくるになってしまいました。今見たら 5G なんですけれども、 G なんですけれども大丈夫ですかね、戻りましたでしょうか。お姉さん、電波がくるくるになっているということで、今戻りましたら皆さん一言いただけるとありがたい。あ、深ちゃんみやさん戻ったということでありがとうございます。なぜかあの窓際に行くとくるくるになるという不思議な現象がありました。アーチトリップさん、10月にローマに行った時に夕方のフードコートがとても混んでいてスリの危険性を感じました。あ、フードコートってもしかしてあの後ろのメルカートでしょうか。あそこに行くとやっぱり、あ、リンチーさん顔にモザイクがかかっていたということで今は大丈夫、よかったです。なんだか多分窓際に近づくとちょっとまたくるくるになってますかね。なんでこんなに、なんでこんなに上なのにくるくる、またちょっと不安定でしょうか。なぜだろう。なぜかというと多分この電車のあのあれですかね、ちょっと皆様には上からこの電車を見、これはねフレッチャロッサではなく各駅停車が見えています。あ、ちょっと不安定になってきました。またくるくる、ゆうさん今は大丈夫ですということでありがとうございます。じゃあですね、この電車もお見せしたということでトイレです。ここです。もうトイレのマークがございます。で、ここがいいのはとてもあの明るくってですね、あんまり変な人がいなそうに感じますけれども、やはり注意は必要でございます。ここで、時刻表もありますし、ほらここですね、お金が必要です。
携帯スタビライザーとともに撮られないでください。ここでいくらかかるのかというと、1ユーロかな。ちょっとこの中で、あ、このようにですね、ここは有料なんです。1ユーロ書いてありますね。ほら、1ユーロをなんと、なんだっけ、小銭でもいいし、ここに小銭入れてもいいし、ここにカード、タッチでのカードでもやっていいそうです。お釣りが、両替機もあります。ということで、ここで、花詰まりさん、現金でもカードでも大丈夫みたいですよ。ということで、意外と綺麗なお手洗いになりました。ということで、彼女のように、綺麗なら払います。まあ、1ユーロですからね。あ、ボンジョルノさん、トイレは地下のスーパーの横にもありますよと。確かに多田さん、カフェも1ユーロなんですけれども、ここでもものすごい混んでおります。昔トイレは青ライトだったけど今は普通なんですね。また柳原さん、なんかくるくるになってしまったということで、なぜかくるくるになりやすいこの上の階、大変失礼いたしました。おみのりさん、僕はトイレ近いので大変だ。実はですね、この電車に乗る前にこのトイレに行くのもいいんですけれども、フレッチャロッサとかイタロとか新幹線に乗れば中に意外と綺麗な無料トイレがあります。なのでそこで電車が来た時に行けばいいのかなと私は思うんですけれども、やっぱりね、電車来る前に行っときたいわという方はやはり有料トイレ、こちらを利用することをお勧めいたします。お店のトイレの前でおばちゃんが座っていたことがありました。あ、もしかしてチップくれっていうやつですね。あります。まあ心遣いでちょこっとトイレきれいにしてくれるのであげてもいいかなとは思います。あ、Kさんくるくるしてませんよということでご報告ありがとうございます。じゃあせっかくなのでこういうところでパニーノー。お、タイさん6時間トイレ我慢できる、さすが。でこのようにですね、ほら、美味しいオレオのマフィンとかもある。ここら辺はじゃじゃーん、何が売ってるんだろう。こういったケーキとかも食べられますね。ということで意外とこの上の方は時間待ち、あとはアポイントでねここに来るという方もありますね。新幹線のトイレの個室にキャリーバッグも持っていく。確かにやっぱりお一人で旅行してるとね預けられないので結構大変だったりしますよね。はい、なのでこの新しくできたテルミニのトイレのある場所と、やはりこういったくつろぐところでは皆様危険なので気をつけましょうということで、またこの下に行きたいと思います。意外とねここら辺は地下よりもちょっと雰囲気は良くって、マックで食べるよりもこっちで食べた方がいいですよね。昔は12時間のフライトもトイレ行かずに済んだ。確かに。ボンジョルさん、注文するとパニーノ温めてくれるんですよと。確かに温めてもらった方がいいですよね、やっぱりね。それでは1階のテルミニ駅に戻ってまいりました。状況によりますということでね。そう、イエローフリージアさん、とてもねだから上の方が地下に行くよりも明るくって私は大好きです。甘いものがあると油断ってし。確かに。でですね、このテルミニ駅から先ほどね危険な場所をお伝えすると言いましたが、実はここテルミニ駅から私出てですね、この左側と右側に行くことができるんですけれども、さっきちょっとお見せするとこの地下がここから見えるようになってます。見えますかね。
で地下のところとこの1階のところとそしてさっき言った2階のところというふうに結構広いところになってるんですよね。ゴミゴミしてるけど1階か地下の方がテルミニ駅らしい。そうなんです。そして今からですね、皆様にはもう1箇所ですね、ちょっと危険だなと思われる場所、見てください。だんだんとローマテルミニ駅が、ここがね、出口出たり電車から来る人がいたり、すっごいゴミゴミしてるんです。なので私いつもここら辺危険だなと思っております。で特に雰囲気が悪いのがここ出たところでございます。さて、お、ポンさんすっかり遅れてしまいました。いえいえいえ、人に酔うと。確かにそうですね。もうですね、ここから出るとまあもう眩しすぎて皆様のメッセージも見えないぐらいですが、自動小銃抱えた兵隊さんはまだいますか？いますね。そうなんです、ここ出たところのマック、ここもですね、皆さん危険な場所でございます。あ、山川さんこんばんは。地下のコナッドは毎日お世話になりました。そうなんです、ここら辺がですね、テルミニ駅出たところでちょうどですね、ほらここにテルミニと書いてありますが、あ、あずきの父ちゃんさん、そうなんです、今からそのメルカートのねところ実は新しくできたのでそこにお連れしようと思ったんですけれども、実はこの辺りがものすごく怪しいところなので、ちょっとメルカートに行く前にこの怪しげなこの場所をご案内したいと思います。今日は危険危険と言っているのでね、なんだかですね、ここに来ると黒人さんがすごい多く、あの、私人種差別してるわけじゃないんですけれども、この辺り、あ、ベリーニさんこんばんは。ブーと言われてしまいましたと、タクシーの運転手さんに思いっきり怒られました。なぜかというと1ヶ月前に起こったその殺傷事件も北アフリカ人3人に囲まれたということでですね、なんだかすっごい雰囲気悪くないですか、ここら辺。まるでローマではなくアフリカかというぐらいここら辺怪しすぎ、人も多いし車も多いし、もういかにもテルミニという感じです。その辺りにトルコ料理屋さんがあった。いや、トルコからあのキャバブからインド料理からいろいろありますね。そう、皆様ここのマックも超危険です。いつも人はいっぱいだし、ほら怪しげな人がいっぱいいるし、こういったマックには入らないでくださいね。ということで私も入らないようにします。はい、もうね、ちょっと駅を出ただけでものすごい怪しげなこの駅の周り、そのアフリカ人はどうやってイタリアに来たんでしょうね。怖い鼻詰まり。あのイタリアは基本的に移民を受け入れているので、やはりですね、そういった怪しげな人たちが多いです。そしてここら辺は本当にあのドラッグとかを売っている人とかがすごい多いらしいんですよ。まあ無縁な世界ですけれども、この辺りも皆さんの意外とホテルここら辺に取る方、必ずここを通らなければいけないという方もいるので、この辺り本当に気をつけるようにしてください。なんか怪しげな人がこうやってこれを買わないかとやってきたりします。もう一人もイタリア人がいないという感じですね。人種の比率に驚きました。ワンノーさん本当ですね。あ、セットアップさんはスペインからですか。え、ケイさん夜に一人で歩いた、すごいな。ここら辺をこう一人で歩くというのはですね、
皆さんかなり勇気があると思います。こちらは怖いからって、ほらもうなんか怪しげな人たちばっかりでですね、もう怖っ、もうなんか駅の中よりも怖いですよね、こっちの方がね。なんかみんな、あのマリオさん久しぶりです、ありがとうございます。この辺は目つきが違う。エミさん、そうなんです、すっごい、だって見てください、この怪しい、なんかこれお化け屋敷ですか、お化け屋敷ですか。あ、ゆきさん、ナイスパー、ありがとうございます。本日ナンバーワンの一番最初のスーパーチャット、ありがとうございます。皆様からのスーパーチャット、とっても心の支えになっております。これ何屋なのっていう、これかつら屋、怪しいということで、駅の周りなのにむちゃくちゃ怪しげますよ。空港バスが、この辺が乗り場ではなく、あ、本当です、空港バスです、これがテラピーちゃん。なんとね、私わざわざこっちの怪しげな地区を歩いているので、あの本当はですね、皆様普通の観光客の方は向こう側を歩きます。万能さんは時々こういうところを通ると浮かれ気分が引き締まります。確かにアフリカ系が多いならカツレ屋さんがあってもおかしくない、確かにそうかもしれないですね。怖いですよね、本当にイタリアじゃないみたいな。さて、なぜかというと、普通の方はこっちは歩きません。こちらが意外と観光客がちゃんと通るところでございます。あの意外とコインというねデパートがあったり、田沼さん6年前とはだいぶ変わった、なんかの密談がされる場所、いやなんかね、ここら辺ローマのヤクザさんが取り締まっているすごいところらしいんですね。あ、ちなみにここがコインがあって、そしてデポジットがここにあったような気がするんですけど、ここら辺もですね、あ、ありましたね。意外とあのレンタカーですとか、ちょっと先ほどの怪しげなところからは、あ、ありました、ここからがデポジットということで、スーツケースとかをね預けて、あの電車の時間までローマを回るとか、そういう方がいらっしゃいましたらです、まあ、あんまりローマ1日で回るっていう方もいらっしゃらないかもしれませんけれども、このちょっとテルミニ駅からは一回外に出てデポジットというところで預けないといけません。ここですね、マフィア捕まったでしょ、30年隠れてたってピンコロさん、その通りです。ここがデポジットばかりというのがありました。山川さんが夜に中国人かと聞かれて違いますと話しかけられた本当ですよねすいません。それでは皆様、もう間もなく本日最後のジェラート屋さん、ポンジュースさん、そうなんです、コインロッカーっていうのがね、あのやっぱりイタリアではなくって、あのテロ事件とかね、そういうのを懸念して、なので、意外とですね、ちゃんと人が、身分、皆様意外とここが空港まで行くバス停にやってまいりました。皆様、しかし今日持っていたメールカートがめちゃくちゃ電波が悪いということに気がつきました。くるくるになってしまった、残念。ジジクロさん、出遅れてしまいました、ロマです。戻りました、宇宙先生、ありがとうございます。なぜかというと、今からね、ここのメルカート、あのちょっと電車からスーツケース持ってここまで来るのは辛いと思うんですけれども、ここからがあのフィウミチーノ空港まで行くバスに乗れます。あ、ここから空港に来られたという方もいらっしゃいますね。で、ここのね、ジェラート屋さん結構美味しいので行こうと思ったんですけど、くるくるなので、ちょっとね、電波を見たらかなり 5G 1本ぐらい
ぐらいしかないので多分くるくるになってしまうのかもしれないです。小みのりさんはナポリタンっていう本読んでたらマフィアを身近に感じている。だってシチリアはパレルモ人はあの人ね、いるのを知ってたんですって。ほとんどだからみんな知っていてみんなで隠していたっていうことが分かりました。じゃあですね、本当は皆様ここに行きたいんですけれども、ちょっと待ってくださいね。どうしよう。実はここがですねメルカートというところで、ここに美味しいジェラート屋さんがあるんですけれども、ここね、そこでここのグンテルというところに行きたいんですが行けない。どうしよう。ちょっと入ってみますが、もしダメだったら出てきます。ちょっと入ってみますよ。入ってみますよ。入ってくるくるかな。ここがですねメルカート。どうだろう。ちょっとすごいね、いろんなものが売っていて、じゃあ今日は無理ですね。いや頑張ります。ほら見てください、アーティチョークとか、ほら有名なジュディア、これ美味しいんですよ。アーティチョークのフライ、美味しそうなラザニアとかもいっぱいありますね。こういうことでですね、大丈夫そう、今のところ大丈夫、よかった。いやでもねこの中が怪しいんですけれども、なんとこのテルミニ駅に直結したここのところがですね、すごくほらワインも飲めたり、こういうサラダも食べれたりするところがあります。おしゃれすぎて気後れして何も食べれずに帰っちゃった。本当ですか。ほらここがその美味しいジェラート屋さんにやってまいりました。なんとかくるくる大丈夫かな、まだ大丈夫、やったということで、ここのジェラート屋さんいきますよ。なんとちっちゃいコーンで 3.3 ユーロで食べることができます。それでは今から皆様にいつものジェラート大会、大丈夫そう、くるくるになってしまったら私すぐに頼んで外に 出たいと思います。初めてジェラート大会に参加する方のために、今から私が1回だけこのジェラートの味を読み上げます。で、あこの味食べたいなという味を1個だけコメントに書いてください。で、私がカウントダウンしたら、そのカウントダウン始まった時の5番目の方と6番目の方の味を私が注文して一緒に食べるというのがジェラート大会になります。もうすでにピンコロさんピスタチオと言ってますが、まだですよ、ピスタチオないかもしれないし。それでは味をまずはチェックしてみたいと思います。いきますよ。まずはここがビターチョコ、そしてこれがミルクチョコ、あピスタチオありました、ピスタチオと、これがヘーゼルナッツ味、そして向こうがエスプレッソ味とティラミス味、そして向こうがちょっとボケていますがすみません、チョコチップ味と、あ、多田さんナイスパーありがとうございます。なんと黄色いのがザバイオーネ味、さらにスクザーテ、なんとマダガスカルのバニラだって、美味しそう。ブルーチョコレート、なんだろうブルーチョコレートって。で、あれキャラメルとココナッツとミルククリームと、チャオチャオのストレッジェンドソロイコーゾプレゴプレゴ、シシシ、もう一回言いますね、キャラメル味とココナッツ味、ミルククリームとリコッタストレガータ、リコッタチーズ味ですね。スクザテロファチュソロレッジェレバメネ、ちょっと待ってください。で、こちらが、あ、これだ、サウスシロル、あ、アルトアディジェから来た松の実味ですって、これが美味しそう。あとが向こう側がジャンドゥイヨットといってヘーゼルナッツクリームのチョコレートですね。あとはペッパーミント味とヨーグルト味と
シナモン味とバナナ味とダークチョコレートとストロベリー味と、なんとヘーゼルナッツのライト味ですって。最後にソレントのレモン味というので、皆様やっと読むことができました。あ、なんとピスタチオ味が美味しいですという、まだですよ。でも皆様、今から5番目と6番目の方のやつをカウントダウンでいきます。3、2、1、お願いします。さあ、ゆうさんの24種類の後からいきます。しんすけさん、抹茶味はありません。マリさんからいきましょう。マリさんのマダガスカル1。マリさんが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、どんどんと皆さんがいっぱい来て、わからない、ユニコーンと来てましたね。どこからだろう、ちょっと待ってくださいね。ピスタチオ、ピスタチオと松の実、キャラメルも食べてみたい。あ、ゆうさんのが見つかった。1、2、3、4、くにこさんのティラミスとさなみさんのマダガスカルになりました。ありがとうございます。チャオ。それではティラミスとマダガスカルを頼みたいと思います。ただ一応見るとコッペッタグランデが 6.7 ユーロ、 6.7 ユーロもするので、コーンがちっちゃいのが 3.3 ユーロと書いてありますね。マダガスカルとティラミス、チャオ。アロラブレボのジャポネーゼ、こんにちは、こんにちは、グラッセ、グラッセあって、ピノムゴ、una punta di cioccolato con dente, grazie. Ma i coppetta piccola esiste?あ、OK、ありました、ごめんなさい。ちっちゃいこのカップが 3.3 ユーロ。松の味は味見できるんですか、ちもちもさん、味見させてほしいということで、今先に旦那さんが、あの旦那さんじゃないや、男性の方が、あの、はい、アロラ、イオバレーボ、コッペタピッコラ、マダガスカルティラミス、マダガスカルとティラミスを頼みましたということで、今彼女がほらティラミスを入れといてくれます。田沼さん、値段が上がったね。これがティラミスで、そしてあれがマダガスカル。No, YouTube. Una domanda. Mi faresti assaggiare con questo famoso pinoムーゴ、ほらこれをね、味見させてって言ったらありがとう。おー、うん、ちょっと待ってください、皆様、松の実味、もう香りから、うん、木の味、本当にあの松の実よりもあのヒノキ風呂の香りですね。ヒノキ風呂の温泉を食べてみたい。うーん。あ、ベッド。はい、ソリーゾベリッシモ。ああ、ジジグロさん、伝えておきました。ありがとう。ディレロ。ありがとう。ブラビーシモ。ありがとう。allora、io pago 3,30 euro、tieni。皆様のスーパーチャットありがとうございます。松の実はとっても癖のある味でした。ヒノキ風呂味、本当に。でもあんまり他のところでは、グラッチャって他のところではない味なので美味しいかもしれない。皆さん1時間過ぎてしまいましたが、じゃじゃーん、お、ちもちもさん、ありがとうございます。チャオ。ほら、本当に確かに独特の味がいたしました。ということで、今ここでですね、はい、最後に皆様からいただいたナイスパースーパーチャットのおかげで、私まずはマダガスカル味、うーん、
うん、マダガスカル味は本当にこのちっちゃい本物のバニラの粒々が 見えますでしょうか皆様。美味しい、うん、これはバニラって本当に高いんですよね。あの1本入ってるだけでイタリアでも1200円ぐらいします。うん、でティラミス味いきたいと思います。これは結構なんかティラミスなのにリキュールの味がする。なんでだろう。ティラミスってリキュールを入れるティラミスもあるんですよね。なのでちょっとラム酒の味がする。結構甘いかな。うん、ということで皆様本日66本目になってしまいましたが、こちらメルカートにあるグンテールさん、とっても松の実の味っていうのは他のところでは私も食べたところなかったので、まあこんなにいっぱいは食べないけどちょっと味見してみるというのはいいかもしれません。ということで皆様本日も500人以上の方ライブにお付き合いいただきましてありがとうございます。実は来週なんですが、金曜日が実はちょっと出発の日になってしまいまして、あ、コメント読んでもらって嬉しかったです、ありがとうございます。なんとイタリア国外からおそらく土曜日にこの時間にお送りできると思います。実はどこになるかな、ヨーロッパの中なんですけれども、初ライブですね。そこからは多分皆様もあの行ってみて、一度は行ってみたいなと思っている場所だと思います。そちらに行く予定でございますので、来週は金曜日かでも多分その時間帯がちょうどこの時間帯か飛行機の出発の時刻になってしまいますので、やはりちゃんとそこに行ってですね、あのそこからまた素敵なヨーロッパのね別のイタリア国外からのライブをお送りしたいなと思いますので、どこの国ですか、モナコとかアムステルダムとか言ってますね。実は私は行ったことある国なんですが、その町は初めてなんです。あのね、ヒントは私の結構大好きなアーティストの出身地です。多分皆様もあの日本でもすごく人気なアーティストの出身地、生まれ故郷でございますということで、皆様楽しみにしててください。お、ゼルマットとかマルタとかいろいろ、ロンドンとか言ってますね。さあ皆様誰が合ってるでしょうか。それでは良い週末をお過ごしくださいませ。危険なテルミネ駅からこれからカバンを盗まれないように頑張ります。チャオ、ボーナノッテ、アリベデルチ、アラッ